一番マコーロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるなら何だ？え？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。ここを抜けりゃ五番マコーロだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マコーロの柱だ。道順は？プラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトでマコーロの近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。黙って進め。痛みなければ平気だよ。案外ずぶてえなお前ら。扉の先が G か。これで開くかな。ライトのスイッチか。ライトのスイッチか。ダメ？電力が来てない。
あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。かろうじて生きてるか。動くかな。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、4番街の人たち。魔光炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな、点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔光を消費してるんだね。大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。うん、これで G までは達成だな。うん、あとは魔光炉を目印に。この眉、奴らの巣穴へようこそって感じか。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。こんなものか。カッコつけやがって。こっちも電力不足らしい。ちょうどいいじゃねえか、侵入し放題ってことだろ。ちっ、くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこモンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ。死んだと魔光のせいってな。マテリアにキー取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。ま、どっかは繋がってんだろ。うん、地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。
もう一度確認しない？今どの辺だこりゃ。私たちの目指す魔航路は H の先。ああ、でもここまでは H に繋がってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他に繋がってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。うん、悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。やばいもんは全部。悪くない。あのパイプの上、登れるかも。伝っていけそうだな。怖くねえ、怖くねえ、怖くねえよ、怖くねえ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 、怖えなんか、すげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう、あのファンの中、なんだろう。なんとか渡り切ったね。ああ、寿命縮んだぜ。な？ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト。うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。ああ。こっから一番近いライトっつうと、あれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり、太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。神羅に照らされる未来なんざ先真っ暗に決まってる。
電力回復、パワーオン。まずは一つ目。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。あ、通路が動かせるんだ。おお、ぴったりじゃねえか。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと分かんなくなっちゃうね。バカみてえにでかくて助かるぜ。いい度胸じゃねえか。通してもらう。つまんねえ相手だぜ。あんたの見合いだ。こっやこれで二つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。あれは十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。ぐるっと回って戻ってきたみたい。最後のライトは。あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて。うん。二人のことビックスになんて言おう。きっと心配するよね。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。